メリークリスマス。ワンサンタクロース。What? クリスマスイズオーバー？ No! Let's not worry about the details. I want you to support you. So I got a message from many YouTubers. This video is Christmas present for you. Please, you get to be proud from it. And good luck with your story. Let's get started.受験生の皆さん、こんにちは。はじめ社長です。受験のメッセージといいますか、僕も大学受験、バカなりに本当に一生懸命頑張れた人間、人生で一番頑張れたの僕、受験、大学受験だと思ってるんで、それぐらい本当に勉強のことだけ考えてた時期でした。そんなに一つのものに取り組めるって本当にすごい力だと思うんで、まあ、受かる、受からないだけじゃなくて、勉強という一つのものに集中する、その、一つのものに集中する力を高めるという意味で大学受験っていうのはあると思います。大学受験を頑張れたやつは何でも頑張れます。自分との戦いです。もう全てを捨てて勉強頑張ってみてください。今しかできないと思うんで、ファイト！ Hey guys! It's Chika! 皆さんこんにちは、チカです。勉強している皆さん、本当にいろいろと大変だと思いますけど、頑張ってください。私が好きな英語の名言があって、Luck is where preparation meets opportunity という言葉なんですけれど、幸運は準備と機会の巡り合わせ、出会ったところで生まれるっていう言葉なんです。だから準備をしてないことにはやっぱりラッキーなことって起きないので、やっぱりたくさん勉強してたくさん頑張ることによってチャンスが訪れた時に、本当にその時に幸運が生まれるので、皆さんぜひ頑張ってください。 It's not a waste. You guys are doing great. So, if you need a break, if you get bored sometimes, come check out my channelはい、guys! Bye! 一緒に前に進みましょう。なんでかっこいいっすか？ありがとうございます。なんでかっこ、普通に言うな、おい！やっほー、皆さんこんにちは、ケビオです。ということで、受験生の皆さん、マジでお疲れ。本当にお疲れ。自分もね、人生で一回だけ高校生の時に高校受験を経験したんですけど、なんか当時、もう学校の先生に、お前マジ受ける方法とかないかんねって言われて、塾に入って、毎日ゴリ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 勉強したわけ。人生で本当に一番勉強したんだけど、すごい嫌だったし、なんかもう本当に机とか本当に今すぐ捨てたいって超思ってたけど、やっぱりなんかやった分だけは本当に結果がついてきて、無事に合格することができたり、第一号にね。だから今は多分大変な時期とかあると思うけど、ここを通過したら本当にうちも高校生とか終わった時はすごい楽しいことがいっぱい待ってたので、楽しいことが待ってるって考えたらきっとね、通過ビューンってできると思うので応援してます。でもそれでも体には無理しないように頑張ってね。受験生の皆さん、日々勉強してますか？ご苦労なことです。もう年が明けたらですね、いよいよ大詰めということで、ラストスパートに入ると思います。受験会場に向かうとですね、誰しも、いや、自分は大丈夫かなと、自分の勉強足りなかったんじゃないかなと思うんですけど、それは全員思うことなんですよ。その時にですね、他の人より有利にいられる人ってのは、自分は計画通り、ちゃんとやるべきことやってきたよって、そうやって自信を持って言える人なんですよ。僕はですね、ハイチさんに12月8日までにこの動画を送ってくださいっていう風に言われてですね、今12月8日なんですよ。こういう風にですね、計画を立てずにですね、切羽詰まってやってる人、そういう人こそ、こう、最後の最後で焦って、なんかこういう、なんつうの、どこだよ、このホテルみたいなところで取る羽目になるわけですよ。なので、皆さんは、こうならないように計画を立ててやってください。というわけで、受験者の皆さん、最後まで頑張ってください。応援してます。受験生、いつも勉強頑張って、すごいな、本当に。でも受験っていうのは一番大事な、予習と復習なんや。でも俺は予習が大変すぎて、ほんまに高校の授業の時とかに予習受験生、ないっすね。辛いこともあると思うけども。俺はもうほんま古文と授業とかで、ほんまに俺は。保護者の、辛すぎて。受験生、もうそろそろね、冬休みは勝負の時期。ここでね、頑張れたか頑張れてないかだけ、かなり合格を合否すると言っても過言ではございません。受験生、皆さん、今苦しいと思いますけど、来年楽しいことが待ってるので、頑張ってください。はい。で、受験っていうのはね、受験生、皆さん、受験っていうのはモチベーション管理が一番大事なんですよ。毎日を徹底したモチベーション管理っていうのが、受験生の皆さん、今はしんどい時期かもしれないですけど、毎日今までの勉強、もう少しやな、あとちょっと、あとちょっとの頑張りで、その合格につながってるか、最後まで頑張ろう。くそ、まだまだまだやってるか、お前たちまだまだやってるか、受験。ということで、受験生、頑張れ。
はい、どうも、呼び止めたくみです。さあ、受験生、本番が近づいてきて、大変だよって思ってるとかね、緊張してるよってね、なってると思うんだけども、一言だけ言わせてください。受験生って超かっこいいから。自分はずっと塾講師とか予備校講師をやってたんだけども、その毎年毎年ね、本番が近づくにつれて生徒の顔がね、真剣になっていくのって外から見せてめっちゃかっこよかったんでね、信じてないでしょ。もう写メ撮ってあげる、その表情を。超かっこいいんだよ、このね、新しかった iPhone 11 Pro Max はね、自慢したくて仕方ない。ワークが必要ということでですね、そのかっこいい姿をぜひ最後まで親戚の人とか、まあ、友達とかにね、見せつけてやってください。じゃあ残りの期間、勉強頑張ってね。お疲れ様でした。はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。カンタです。よろしくお願いします。ということで、勉強頑張ってる方々に一言ということなんですけども、なんだろう、僕が言えることってなかなかないと思うんですけども、やっぱり僕は毎日5年間 YouTube をやらせていただいておりまして、本当に編集がね大好きで、だからこそ続けられるって思うんですけども、やっぱり学生の頃一生懸命、まあ好きなこととか、まああんまり好きじゃないこととかも含めて、いろいろと自分がなんか一生懸命になれたことが今も生きてるなって思うんで、なんだろう、ぜひ皆さん、嫌いな勉強とかプレッシャーとかもいろいろあると思うんですけども、その中でどれだけ楽しさを見つけれるかが、なんだろう、人生を豊かにするコツなのかなって25歳にしてなんとなく思うんで、ぜひ、嫌いな教科とか苦手な教科とか、きついとかきつくないとかいろいろあると思うんですけども、真正面からぶつかって、自分がそういう時にどういう気持ちになるのかとか、どういうことを感じるのかとかをしっかり考えて自分に生かしていただけたら素晴らしい、まあ、結果もそうかもしれないんですけども、素晴らしい方になれるんじゃないかなと思うので、それを応援しております。ぜひ、皆さん、頑張ってください。よろしくお願いします。ということで、メッセージをね出したいと思います。勉強頑張ってください。今をときめく学生の皆様、こんにちは。今をときめく YouTuber、ゆうゆうたと申します。皆さんに一言メッセージを送ろうと思いまして、まあ、何が言いたいかなと言いますと、皆さん本当に YouTuber だけは目指さないでください。好きなことで生きていけるなんてもう本当に大嘘で、もう本当にね、辛いと思うんで、全然ね、目指さなくていいと思います。本当にそれだけはもう約束です。よろしくお願いします。皆さんはもうたくさん勉強して、いい大学入って、いい会社に、入って、ね、安定した生活を送っていただければいいのではないでしょうか。それでは失礼しました。